ユーリとアルントは、ドイツ、ケーニヒスブスターハウゼン出身の女子自転車競技選手。世界自転車選手権では、ロードレースとトラックレースの両方で、世界一を経験。これ以外にも、スータの実績を誇る名選手であるが、オリンピックについては、過去2回、苦い思いを経験している。2000年シドニーオリンピック、ロードレースの個人タイムトライアル及びトラックレースの、 個人追い抜き並びにポイントレースに出場。しかし、いずれの種目も優勝候補に挙げられながら、ITT では7位、個人追い抜きでは予選敗退、ポイントでは5位とメダル獲得すらならなかった。2004年がアテネオリンピック、個人ロードレースと個人タイムトライアルに出場。個人ロードでは優勝することになるセイラキャリガン、オエノーネウッドのオーストラリア勢をただ一人最終。 周回でも追い。最後まで力強い走りを見せ、銀メダルを獲得したが、ゴール通過後、中指を立てるという、挑発的なポーズを見せて、後に物議をかした。一方、その後行われた、個人タイムトライアルでは11位に終わった。アテネオ,オリンピックについては、レース前からドイツ自転車連盟と確実状態が続いていた。その理由は、ルームメイトである、 ペトラ・ロスナーを代表から外したことに起因している。中指を立てるというポーズを見せたのも、ドイツ車連に対しての抗議だったと見られている。その後、アルントは、この件に関して、ドイツ車連に謝罪。その後行われた、同年の世界選手権では、ITT では2位、そして、個人ロードでは優勝を果たすことになった。現在も、世界第一戦級のロードレース選手として、 活躍を続けており、2008年の UCI 女子ロードワールドカップにおいて初の総合優勝。2011年にはロードレース世界選手権の個人タイムトライアルを制した。 1996年、1997年、1998年、1999年に、1000年2 0 0 1年2 0 0 2年2 0 0 3年2 0 0 4年2 0 0 5年2 0 0 6年2 0 0 7年2 0 0 8年2 0 0 9年2 0 1 0年2 0 1 1年2 0 1 2年、1996年から、パートナーである自転車競技選手のペドラロスナーと、ライプツヒで暮らしていた。 二人は2005年、翌年シカゴで開催された、ゲーゲームズのアンバサダーとなった。その後、元自転車競技選手で弁護士のアンナ・ウィルソンとの交際が始まり、2012年にメルボルンに移住した。http コロンスラッシュスラッシュ www.faz.net スラッシュ i m a g e c a c h e 1c8e53a4c32 回から4 8 9 9 b 0 6 8 3 d e a 4 0 9 1 a 6 d 7 p i c t u r e j p g h t t p a u t s k i b l o g s p o t c o m 2 0 0 4 0 8 b l o g p o s t 1 6 h t m l ジャーマンサイクリストアーンとリビットオーバーイクスクロージアンオブレズビアンラバーオーストラリアンブロードキャスティングコーポレーション2018年4月5日閲覧ロスナーアーンとビカムギーゲームズアンバサダーズありがとうございます